ホセデカルバハール・イランカステルは、スペインの政治家。彼は、ディニャーレス公爵の息子であり、彼の母親は、複王のコインブラ公爵、ホルヘデ・レンカストレの子孫であり、ホルヘデ・レンカストレは、ポルトガル王女案2世の諸子だった。サラマンカ大学卒業後、彼は、バリアドリトの大審問員のオイドールに任命され、後に、インディアススー機会議の議員となった。 首相であるホセデルカンピーリョイコシューは彼を個人秘書として抜擢した。1746年、彼は通商委員会の総裁に任命され、地域貿易工業改善のための法律の直居会社設立を任された。新国王フェルナンドセ世は、統治初年に彼を最初の首相に任命し、中立政策を実施した。1750年に彼は、 スペインとポルトガルとの間のリオデラプラタ副王領とブラジルの国境問題の紛争を終わらせる同意書に署名しパラグアイの領土のイクバクカと交換にコロニアデルサクラメントをスペインの所属へと戻した彼はスペイン王立郵便局を改革し1752年に王立サンフェルナンド美術アカデミーを設立したありがとうございます